するしない。どうも、日向太子です。今回も MJ 参戦していきたいと思うんですけれども、トップ戦こちらを打たせていただこうと思っております。では早速やってみよう。さあ行きまーす。フリー対戦のドンプ。4、5、すごい、5秒でもう4人集まった。ほんとすごいな MJ、 ユーザーの多さが半端ないっすね。よろしくお願いします。トンプ戦、トン曲、ドラマトン、プレイヤーはシャーチャです。ミサさんの A 恋から始まったトンが1枚。そして解説は広和です。よろしくお願いします。アモさんこんにちは。いやー、ウーシャンテンですよ。ウーシャンテン、麻雀って平均シャンテン数が 3.5 シャンテンから始まるんで、うん、ウーシャンテン、ウーシャンテン、一手進んでウーシャンテン、ウーシャンテン。なんだこれ、手が悪いよ。これはちょっと重いですね。3色とかは見て、今だってペーキってさ、ちょっと両面候補やっと初めてできたのにウーシャンテンですからね。あ、ちょっと一通も見ましょうか。え、ウーシャンテンですか、ずっとウーシャンテン。なにこれ、三巡経ってもウーシャンテン。お、日向、見て4になった。ありがとうございます。3色をね今見切ったんですね。正直ねこれね、どっちもあんまりならない。ちょっと危ない方からいきます。あんまりこれも3色も一通もならなそうですよね。場が重い空気に、全部手出しですよ私。全部手出しでこのクオリティですよ。ちょっと引き気味に打ちます。場を制する人物は日向。ここでも仕掛けない。泣かないよ。あ、なんか入ったけどさ、入ったけども、うん、手が進んだ。567はちょっと見てみます。でももうそんなのもなかなか、これはちょっと順目が遅すぎますね。果たして誰なのでしょうか。すごいミサさん話しかけてきてくれる、嬉しい。あー、でも思いのほかみんなからもあんまりリーチ かかんない。怖いよ。各茶、相手の出方を伺っているのか。リャンスをあんこ。日向、これでリャンシャン点です。あ、すいません。場に緊張感が漂っています。よくあそこからリャンシャン点までなったな。うん、あ、いいシャン点だけど、あ、トンが出た。もう切っちゃうか、合わせよう。いや、うん、いいシャンテンですよ。もう泣いてもありですね、これね。少し場が落ち着いてきた。もう安いけど。4、5、6も5、6、7も。ここでリーチ。そうですよね。ここで勝負に出るのか注目しましょう。え、どう思います？これ勝負行くべきなの？でもね、降りる牌がもう今ね、白が安牌で取っといたんですけど、今ね、ないんですよ。あ、あ、これいいんじゃないの？3層通りそうちゃう。ヤンメンとカンちゃんのイシャンテン。あ、よかったね、当たりじゃん。ウーソー危ない。これ先にローソーとか打ってくと本店でウーソー出ちゃったりするんで、高いよ。8000横移動。トン2曲、ドラはチュン、プレイヤーはなんちゃです。現在のトップは神田。ウーシャンテン。ウーシャンテンだよ、ウーシャンテン。え、もうウーシャンテン。いいぞからいきます。4、5、6とか3、4、5は見るけど、
うーちゃんてん。うーちゃんてん。あ、四シャンテンになったけれども、これでチュンだよね。チュンが来てくれればちょっとやる気アップするんですけど、先に他、あ、二巡目にもうチュン切られてるよ。ひなた乗っている。乗ってますか、アミサさん。これ乗ってるんですか。三シャンテンになったからかな。そういうことかな。そういうことだね、きっとね。うん。統一て。波来てますかね。ちっといつのリャンシャンテンだからかな。そういうことかな。うん。あ、今ね、間がありましたから泣かれそうだなと思ったら感知層で仕掛けられましたね。あ、パワン切ってるパワン切ってる。いや、2巡目にもうドラをね、手放してるトイメン。あ、今ね、手出しでドラ切りですよ、下茶さんも。おいえおいえ。あのね、この親のリーチに対しては攻めません。いや、追いつきません。追いつかせる気もありません。危ない。あー、ポンで済んだ。これで一発が消えましたね。親のね、三腕筋だったんですよね。見て、やる気があるでしょ。あー、ちょっと待って、受ける、大変。でもとりあえずシャア打って、まあ、チュンもね、ほぼほぼ安牌なんですよ。2枚切れだし。あ、バービンも通った。緊張感が漂っています。あれ、リャンピンは、あ、ポンか。ここでポン。わー、すごいアグレッシブ。あ、122で持ってたの。すごいやる気あるね、チーソーから動いて。少し場が落ち着いてきたか。赤あるのかな。ひなた、ここは仕掛けるか。仕掛けないですよ、ミサさん。そんな陽気じゃないでしょ、今、ミサさん。ひなた、これでリャンシャンテンです。今ね、スーワンも現物なので降りるにしても大丈夫。あ、急走も通ったよ。すごいね、いろいろ通ったね。いや、いっか。ここは一歩後退。今ね、リャンシャンテンからサンシャンテンになりましたけど、もうこれは完全に降りです。トイメン、これは痛い。これは打たれてしまいましたね。お高い、お高いよこれ。3色じゃないですか、綺麗。メンタンピン3色ドラパネマ。怖い、親のインパチ。ひょい。あ、終わった。そっか、さっき打っちゃってね、辛い2曲連続報酬だったんだ。え、ってことは、ってことは2着何もできてないけど2着。あれ、え、2着になったよ今。私はね、ほぼほぼウーシャンテンおばさんだっただけ何もしてない。はい、2万5000点持ちで2曲連続ウーシャンテン横移動2回で、今回は2着でした。うーん、コメントしにくいよね、ごめんねでも2着ということは、このビンゴ4回回せます。もちろん上がりがないのでハネマンとかございません。なので4回のみいきたいと思います。いろんな数字がね、今リーチかかってるんで、さすがにちょ、イカサマないんでね、これはちゃんと混ぜて、私のくじ運だけでやっております。では行きます。1、2、3、4。さあ、では行きたいと思います。ちょっとリーチありすぎてよくわかんないんで、1個目、じゃじゃん、58番。はい、ありません2個目、67番。あーっと、あった、ワンピンゴやっと出た。ちょっとすごいテンション上がっちゃった、すいません。ここ67、開いた。イエーイ、ワンビンゴ立て、ここが揃いましたよ。長かった、やっと1個。すげえ感動する。何これ、こんなに回したよ。玉だって少ないでしょ、残り。よかった本当に。次4番。はい、
後41番あった41番あったここも縦ライン。今回麻雀はいかんせん何の花もありませんでしたか。今回2ビンゴ2ビンゴこことここ2ラインっていうのビンゴ達成しましたわーイエーイ。これでみんなへもいろいろプレゼントができるということですね。でもまだ規定回数今回のシーズンあと4回 MJ プレイできるのでもっとビンゴ目指してやってやろうと思います。さあ皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ツイッターもフォローしてください。ではバイバーイ。